ホテルがあるんですよ、マニラホテルって言って、昔あのマッカーサゲンスがずっと、あさあ、試合が始まっています。マニー・パッキャオ、セリクザン・エシャマン・ベトフ、現地から届きました映像、そのままタイトル戦を挟んでいます。左左ストレート、そしてまた右ワンツー、重たいパンチを放つエシャマン・ベトフという情報があります。その前にガンガンいってるマニパッキャオ、おーっと今みたいに思いっきり左で入ると、はい、ありません。ドゴネヨンイロンにフェリック、おー左を返すとねじ込むぐらい打ちますね。そうですね、これ左強いですね、左がもう決定打になっています。パンチくぐります、あーちょっとエシャマン・ベトフ形が崩れつつあるが、あーっと入りました、効いてますね、殴りつけます。たとえクリンチされようが左で切り離してしまいます。わーっと、なんとかなんとか食らいついてエシャマン・ベトフ攻撃をしのぎました。さらにうわー、今日のマニーパッキャはいつも以上にアグレッシブです。ここでゴングです。あっという間のスピードで大きなビジョンも用意されています。まあこれは当然の計らい方は思いますけれども、公園全体を使っているようなそんなところです。左ストレート、もう一回いきます。とにかく左中心、But not by Manny Pacquiao, but by himself. パッキャオの浜さん攻略法として、おお右左取りします。どういう攻略法がまず思い浮かびますか。パッキャオの体勢ですか。パッキャオの体勢、今振りが大きいですからね、はい、雑なんですね、ですからディフェンスも、まあ、今攻撃足せるんですよ練習ではね。そうパンチはあるんですけどね、あ練習でかなり、あそうですか、という今から、ね、まあ、それから随分回復はしてきているところがありますけど、そうですか、まあ、ある意味では飲まれているところありますよね。あまたまた続きます。その前に浜田さん、いやーとすると思わなかったですね。そうですね、全く違和感ないですもんね。むしろ体重を上げて一段と体力でも厚いきましたね。のはですね、右のジャブ出した時に左のグローブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。はい、ジャブ出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまうんです。それがフライ級の時から治ってないんです。それそう、あと右がパクッと体ダウン、だから今打ちに行ってるところで、今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか。右を出した時に逆の手でですね、自分を守ってないんですよ、防御してないんですよ、アイちゃんですね。さあ攻め込まれています。これは言い忘れましたけども、顔が随分腫れております。この左をいっぱいもらってます。お左当たりません。パッキャオがパンチを繰り出すうちに、なんとなく取り戻しつつあるようです。まもなく4ラウンド終了です。ああいうちょっとした休みがですね、やっぱり助かるんですよね。あ元気出ましたね、パッキャオ。わーっと元気いっぱい、元気回復しています。今日反撃きましたけど、あの程度の反撃ではですね、10対8を10対9に縮めるには足りませんよね。うわ、あそれ以上にファンの皆さんはちょっと水が入りまして、気が抜けてしまうものですが、おお、いたの、あたたたたた、今の喜び方は浜さん聞いてたんでしょうかね。あーこれはダメか。うわお客さんすごい大喜び、作業をしています。まだ1分20秒ありますから、ありますからね、決まりそうですね、このラウンド、ね、いきますいきます、とにかくもう左でどんどんいきます。一発当てればいいですね。ふわっと踏みとどまれません。あー止めましたね。試合終了です。もうこれ以上やっても勝負ありだということでしょう。ダウンラウンド第5ラウンド途中で試合